こい。皆様の赤い本の41ページをお開けください。初恋、Thank you.
ト楽譜だよ変だなと思ったんだけど、これ水戸くんが書いてくれたのが正しいことだよね。そうだよ、やっぱり違う、調整いるよ、下げないとダメなんだ。そう、一応してる。あれ無理無理、皆さんこれね、ラマだってとってもソプラノ私が書くんだから、最初変だなって私が思ったんですけど、ね、はいはい、進んでますから、はい、進んでますごめんなさい、ちょっと叫んでるようですね。半音でこの病気5つもしたんですか。はい、翼をください。はい、71ページ、青い本の71ページを置いてください。リーフラが F 前だ、へぇ、そうそうそう、反省点次はそれ皆様大変でした。71ページ、翼をくださいです。昭和46年、フォークグループ赤い鳥さんが歌われました。翼をください。これもとてもいい曲です。
はい、花松さん。あの、花は花は花は。Oh.
ビリーブ。はい。ワイオ様が一応その2、3秒でやるんですよ。素敵な歌詞がついてるんですよ。1998年生き物地球気候のエンディングテーマとして生まれた曲です。いろんな方が歌っていらっしゃいます。
丈夫です。その前に1曲ちょっとリクエストをいただいているのをさせていただきます。はい、秋冬シャンピーニュの花を。はい、いいですね、いいですね、季節でございますね。皆様、青い本の47ページをお開けください。散歩かわいいお子さんだね。青い本の47ページお開けください。ジブリのね、アニメの中で隣のトトロです。知ってるかな。Thank you.
はい、ね、全ても人の心を沖縄の木梨を伝えたね、平和の中でもありますね。82ページ前のページですか。Oh
岩越何ページですか？88ですね。青の88ページ皆様お分けくださいませ。昭和46年加藤登紀子さんがヒットした曲です。もともと日本の、ね、学生歌の一つで、今の東京、あ、京都大学、京都大学の冒頭部の方が歌われていたそうです。琵琶湖でしょ。1975年、今から41年前でしょうか、昭和52年、
千正夫さんが書かれた大ヒット曲でございます。ないんだこれ。じゃあ歌詞がない。いや、ごめんなさい。
そうなんだね。昨日いただいて歌詞もないんだ。すみません。なんかお金あるからさ。上下してでしょ。あっちに行ったんで。たぶん私たち楽譜持ってるんそれ、ね、赤の170あ、そんなことです宿題宿題ですね宿題ですね、はい、108ページ高校3年じゃあそれで締めましょう。同じ船木監督代わりで。皆様青い本の109ページを開けください。15、16、17ぐらいですかこれ、ね、もう残り少ない日数だから卒業する時ですね。皆様そのぐらいの年代のご自分を思い出しつつ歌ってみてくださいませ。何してたかなって。9です。